ベルサール高田のババ。さあやってまいりました。なんでこんな時間にやってきたかっていうと、俺があと数ヶ月でこのポーカー業界のお仕事から一旦身を引くわけなんですけど、その前に記念としてね、 JOPT っていう日本でいうと、まあ、アジアレベルでもあるかな、一番規模の大きなこのポーカーの大会に記念で一回この22時からの一つのトーナメントに出たいと思います。エントリーしました。1エントリー16,000円、高い。まあ優勝すりゃとりあえず16,000円が何百倍にもなって戻ってくるっていうのは確定だ。頑張ろう。さすがに会場広い。 WSOP 来た時をすごい思い出すわ。 WSOP はでもこの広場が何広場もあったから、やっぱレベル違えな WSOP。 さあ頑張ろう。休憩タイム。そう、残っているんです。結構頑張ってる。もう終電はなくなりました。平均点よりは結構持ってるけど、あ、勝負はこっからなんだよね。0時が過ぎてみんな眠くもなるし、先入ってる人もいるし、また次休憩に行けるか、で帰る羽目になるか、次のカットはどっちかね。続き頑張ります。なんでもう道を走ってるかって、負けたから帰ってるわけじゃないんだよ。なんと生き残ってます。あと50人ぐらいでプライズ、お金がもらえる順位まで行きます。なんで走ってるかというと、その休憩時間が短いんで、その休憩時間の間にお腹が空いたんでなんか食わないともうパワーがない。ここまで来たら勝つ。はい、セブンイレブン到着。ウィダー勝ったぞ。ウィダー、休憩時間もうちょい長くしてよ。A few moments later. すごいとこまで来た。あと本当に数人で賞金獲得の順位だ。マジでここまで来るとは。1人が脱落した時点で、その1人の脱落にすごい価値が出てくるんで、1回1回ゲームが止まるんですよ。他のテーブルの結果を待ってる状況。今の点数的にさっきオールイン勝ったんで、まあ、プライズゲットは結構確実だけど、まあ、油断はできない。目指してるのは優勝だからね。プライズゲットは優勝ほっとしたわ。まあでも、まあ、優勝だからね。攻めてるフィーニャのから出ていいの？出ていいなら取るけど。やっはー、微妙ですね。うん。でも負け方はしょうがなかったんで。しょうがなかったな。知ってオールしたら他の人に投稿されて、スタートから金が決まってて、今にしたらいい感じ。それはもうしょうがない。次のキングリーグ戦が勝てるね。いけたらいいけど。17位でした。以上。